ばんは。冷麺を食べながら、はい、すごい遅れて。そう、冷麺を食べながら、やります。やってもいいかなって言っていいと思って。いや、はい。言った人が来てない感じなんですけど、まあ、まあ、来てんだな、わかんないけど。ね、あ、いいと思って僕が言ったんですよ。はい。今日、スペアリブは、はい。スペアリブを買ってきてもらって、ちょっと映像にこう映ってるかな今、うん、はい、これは今日アンリード特製の、冷麺で冷麺食べるラー油、はい、辛い、いやラー油だから真顔で私辛いの好きなんで、はい、辛いのどうかなと思って電話したら全然そう、なんか冷麺ってのは何となく分かってる気したんだけど、うん、あと何言ってるか全然分かんない。もうアンリロ中に響き渡る声でマジで辛いユーハイユーハイの音で笑われました、すごい。あ、じゃあ遠慮なく食べながらやります。ひどいね、この番組が。もうこんな感じでね、はい、毎年はほら食べながらやってます。なんだかんだ言って、今回あ、そうです、今日が緩くやってくれて、はい、今日頼まれてるよ、ね、そうね、こう冷麺がどういうどのぐらい美味しいのかっていうのももちろんね、うん、あれですよ、そうですね、すごい美味しい、見てる人に羨ましがられる。そうだね、うん、本当に毎年、ネットラジオだって事前の打ち合わせをやり、ゲストを決め、タイムテーブルを作って、うん、もう何を話すかも決めてっていう感じで、時間ごとにちゃんとやってるんですけど、まあね、今日しか知らない人は、ね、なんでいいのかっていうね、はい、いいんです、ね、はい、その今ジングルとかさやってました、CM とかね、ちゃんと作って、はい、こういうのもうん、でも多分今まではラジオだけ声だけだったんで、ちゃんと話してないと間が持たないというか、その音だけ聞いてる人は何が起こったのかがわからないっていうので、はい、ものすごい何につけても結構細かく説明してたんですけど、まあ、今回はもう動画配信なので、まあ、映像でカバーしてもらえるっていう、超マニアしか喜ばない、いないよねっていう感じなんですけど、超マニアマニアの中でも超マニア、そう、申し訳ないんですけど、ライトに行かないと、もうちょっと経ったらね、こういるかもしれないですけど、今何人見てるかっていうのが分かるんですけど、うん、もっと皆さん見てくださいって、はい、っていうか、もう人数見てるんだって思うだけで、そこで見てる人も一人、そうですね、すぐ近くで、まあ、でもそれもありですよ、はい、ありですよ、はい、どんどんツイッター待ってますんで、そうですね、つぶやき入れてほしいですね、うん、ツイッターやってる人はね、でもみんなそれどころじゃないんですかね、お食事の時間帯なんですね、出店者さんとかはね、あれだし、今日でも、まあね、毎年黒猫は浴衣でっていう、まあ、猫宿大市始まって、最初の1年目は普通にやってたんですね。で、やっぱ8月の昼間はあまりにも暑いということで、じゃあ夜やったらいいんじゃないかって、夜なら涼しいんじゃないかっていう安易な考えで、で2年目から夜にしたんですが、全く涼しくなくて、その年非常にみんな辛かったっていう。でももうなんか、もちろん普段ね、日曜日の昼間が休みでない方がいるので、1年に一度でも来られるんであればっていう、そういう要望もあったりして、まあね、1年に1回なのでっていう感じで、ずっとそれから継続してね、毎年8月は夜っていうことでやってますけど、ね、そうですね、なんで、同じ日にね、宇都宮宮祭りだったりとか、足利の花火大会だったりとか、こう魅力的なね、イベントが被ってくる中で、まあ、この黒猫幼稚をね、選んできて、続いた、はい、
本当に ね皆さんが来てくれてるから、ね、うん、ありがたいですね、うんうん、なんであのそれに雨が降らないっていうのがすごいあの奇跡ですね。そうですね、まあ想定してませんこれどうしようって話ですよ。もうでもあの猫宿の、まあ、伝説的なもので言えば、はい、朝から雨が降ったっていうのはあの今年一度あっただけで、そんな話が、はいはい、あとまあ夕方に一回土砂降りっていうのもあったんですけど、うん、だけであのないんですよ。晴れなんです毎回、ね、すごいですね。晴れ男がいるんですね。もうみんな晴れ男晴れ女なんじゃないですか。僕雨男なんですけど若干曇りの日もあったな。言わない方がいいと思うんです、はい、言霊なんで、あの猫宿の日は晴れるっていうジンクスができているぐらい、うん、もしくはこのね路地だけが晴れてるかもしれません、はいはい、あ、そうですか。それもいいと思います、いいね、はい。